愛の妖精が住むというクリスマスの木がありました。クリスマスイブに恋人同士はこのクリスマスの木のもとへ立ち、その二人の愛が永遠なのかどうかを確かめるのです。愛の妖精が現れ、その二人の愛が永遠のものであると認めれば、木に明かりが灯され、それはそれは美しく輝くクリスマスツリーになると言われていました。もし認められなければ、明かりは灯されず、愛は永遠のものではなく、二人は暗い闇に包まれるのでした。将来を約束し愛し合う二人、北の湖の国の王子クリストフと南の湖の国の姫アンナニーナは、二人の愛が永遠のものであることを祈り、その木に向かうのでした。
スマスイブだね。楽しいパーティーだったわ、クリスマス。あの日は一緒にクリスマスの木へ行く時が来たね。愛の妖精の住む森のクリスマスの木ね。愛の妖精が現れて、僕たちの愛を永遠の愛と認めて、クリスマスの木に明かりを灯してくれるといいね。最高、アナリーナ。風が吹いてきた。さあ、急ごう。何も見えないわ。心配しないで、アナリーナ。さあ、手をつないで。クリストフ。真っ暗で怖いわ。でも、行かなくちゃ。きっと大丈夫。勇気を出して一歩踏み出そう。Thank you.
はすぐそこだ。でもどうやって、橋も何もない。僕を見て、前だけ信じろ。僕を信じて、きっと大丈夫。信じれば。 It's Christmas
といつまでも一緒にいるよ。愛してる、アナニア。私もよ、愛しています、クリストフ。そしてあなたとずっとこの愛と一緒よ。クリストフ、アナニア、あなたたちの心をずっと見ていました。互いを思いやり、手をつなぎ、助け合い、勇気を持ち、希望を失わず、信じ合い、互いの心を愛で満たし合っていました。満たし合い続けることができれば、それが永遠の